12回でどんだけ時間使ってんだよマジで。ね、ほんと。もう全然あれ出ないしさ、合成するやつ。おい、怖いから。いや、もうご飯がね、どうすんだこれ。あ、水含まなきゃ。こいつなんだかよくわかんねえんだけど、結局。弱、俺。後ろに壁あるとまずいんじゃないのこれ。弱え、俺。どうすんのこれ。一ぞ。はう。会心。弱え。いや、弱え。弱えよ。はぁ、しかも後ろにおるし。乗ったギターもあんまり大したことない。まあ、素早さがあるからな、なんとかなりそうな気はするけど。素早さでなんとかするしかないか。いや、めっちゃ飛んでくるけど、砲弾が。どうすんのそこらへん。死んだかもしれん。とりあえず素早さで飲むか。高飛び。話の種もある。話の種は死ぬ可能性あるな。素早さ飲んで、いや、高飛びだけでいいな。高飛びだ。助かる、高飛び。おにぎりないかな、ここに。おお。いや、嬉しいけど。おにぎり。嘘でしょ。天才か？大きいし。天才。ちょ、どれ入れてんだ？出して。おにぎりを入れたいんだ。いや、もう、こいつでさえなんかもう勝てる気しないんだけど、俺。今全然自信ない。あ、手放せない。あ、そう。そうですか。じゃあ使います。ゾワゾワ。鹿の絵。締め具合ないっす。ええやん。もうおにぎり手に入ったから次行こうかな。正直。アイテムもそんなにないしな。いや、でもおにぎり手に入ったからな。もう力力きつーい。どんだけ力ねえんだ俺。戦いたいけど戦えないよ。しかも矢ねえし。降ります。いや、やばいぞこれ。どんどん降りてっけど、いいとは思えないこれが。いや、毒消しくれ。売ってるやつしかねえのかな。なんかさっきいたんだけどな、あれも縫製のやつも。悔しいな。パコがいる可能性あるから。うわ、ちょ端っこはちょっと怖いかなと思ったらまさにそんな感じだった。パッて出てきて攻撃してきやがった。わ、ちょ、まあそんなにそこまで弱いわけじゃないけど、もっと出るだろう。この武器なら。だって成仏も入ってんだぞ。28て。誰だ？フルロイド。出ました。いや、もうフルロイド強いよ。フルロイド。識別。ガネットの腕はって何だったんだ？それに使いたくない。あ、ガネットって何だったっけ？遠投だったっけ？あれ違うか？何だっけ？何だったんだっけ？いや。とりあえず打つ。弱え。
配信出ろよ。いやもう勝てねえぞこれ。ダメだこりゃ。700で死ぬかな。よし。オッケー。なんか困った時の巻物みたいなの、お識別が出た？何の腕はこれ。ほんで。あいつ何？おお、パオ。なんだっけこいつ。封印か。ならいいか。関係ね。関係あるか。封印解ける。ちょ、まずいって。まずいって。あ？俺上に行ったら殺、当たっちゃう？このままなら問題ないか。まずいって。封印されてるし。わーい。わーい。ほう。撃てよ。おごーん。もう一発いいぞ。弱え、俺。あぶねえ。戦えんのこれ。よし。なんとかなった。なんとかなってんのかこれ。もう倒れそうだ。ちょっと節約しよう。いやーもう全然まだ、全然まだ、おにぎり足りてない感じあるけどな。19ですよもう。弱っ。これ弱っ。もう行きすぎ。もうやだ。ギターを打つぞ俺は。いやもう弱いよ。やだよ俺。封印。封印意味あるかな。この会心の弱さ。会心出てる。強っ。ちょ待てよ。死ぬ死ぬ死ぬ。いやもうこれもここまでやって倒、ここまでもういいか。そりゃそ飲むか。いやもうここまでやって倒、会心の矢あんな使ったのに倒せないってもうきつすぎるけどな。オートヒスト飲むかこれ。オートヒスト飲まない理由がね、死ぬわもう。あいつも出なそうだし。攻撃が弱いよ。うわぁ！いらんところで。せっかくの俺の。そう、俺、もう装備しかねえんだから。おい！お前、もうゼロになるぞ。怖くねえぞ、そんな。あ、でも最大値下がるんだっけ？よし。なんとかなった。白紙！困った時で、回復しねえかな。困った時あんの今作。困った時ないかもな。だってさっきあったっけ、困った時の巻物みたいな。ちょっと待って、核にあったっけそんな。困った時、困った時ねえし。いやあるっしょ。書いたら書けねえのか。そもそも選べないってことは。体力回復してくれ。ないのかそういうのは。あ、そう。ないんだ。じゃあこっからもう行こうかな。よし。いやーもうショップ来てくれ。おお、銃。銃の道具。いや、マジか。こっち行きたくねえな。銃の道具。なんでだろう。そう。もうダメだ。いるし。いたし。
こいつに投げてもダメだな。ちょ、行き過ぎでは。あ、倒せた。なんで？なぜ倒せたかは不明。死んでくれ。やったー、これはでかい。いや、亡霊はさすがに、ダメージ入るわ。あー、水亀使ってない、水亀使わなきゃ。してくれてんの。いいぞ。来ないんかい。来なかった。よっしゃ。ショップ来い。ショップ。なんか嫌な予感すっけど。いや、これモンスターハウスだろ。モンスターハウスですね。モハ多いな。いいことかもしれんが。満腹度はまだあるな。あそこモンハウだな。絶対。まあ、周りから攻めていこう。ここは大丈夫だな。はい。水亀ばっかり出てる。何？痛いの、あれであってほしい。ここは大丈夫だな。さ。この左はもうモンハウだな、おそらく。だってあそこで寝てて、しかもアイテムまで落ちてて、罠まであったからな。どう見てもだよな。クルロイド。ん？お？ここから遠投で攻撃しまくるっていう。いやいやいや。下からなんだってんの。ここは大丈夫だよね。大丈夫だよね。さすがにね。その繋がってるわけないね。はい。さあ、行きましょう。もうダメなんで、ここは。あー、ちょっとこれ、部屋出るときに起きられたら面倒そうだな。倒しておく。ガイン。全然いいです。いや、痛いな。いや、面じゃ強いな。そんな強いんだ、アメンジャー。うわ、話の盾じゃダメそうだな。封印でもダメそう。いやー、強いな。結構やばいダメージ来たぞ、今。あ、死ぬかも。いや、マジか。この状況でかよ。いやー、きついな。封印じゃ無理だろうな。倍速封印できねえだろうな。ちょっと、説明だけ。吹き飛ばすか。吹き飛ばしありだな。で、吹き飛ばしが当たれば、いけるな。ダメだったらもう投資、白紙使うしかねえな。オッケー。あとはこれ投げて。外すんかい。え？そっか。外すとやべえな。外すとやべえこと起きるな。トンネルの杖だったら絶対外れないかな。危ねえ。いやもう、これ。死ぬぞ、これ。前に一歩出たら、これ。前に一歩出たら多分、飛んでくるぞ。しかもこれ、この草、薬草とかじゃねえから終わるぞ、マジで。飛び道具で死ぬぞ、俺、次のターン。もうそうなったら仕方なくね？だって、これ、さあ、書くものないじゃん。回復できるものないじゃん。ねえ。結局ダメな。持ち帰りしたいわ、もう。意味ねえけど、そんなことして。いやー、これどうすんの、マジで。いつでも死ぬな。上からも来る可能性あるぞ。どうすんだ、これ。下降りる、このまま。え、降りたら死ぬでしょ。ちょっと待って。上から来た場合。そうか、飛び道具が飛んでくる可能性がありすぎる。もう一回ずつ回復させて。来たらもう逃げるよ、俺。いやー、これは長期戦ですね。
とりあえず20まで回復しないと。来てやがった、あいつ、マジか。これ、やばい、死ぬかも。あ、来なかった。もう行きましょう。無理ですね。上から投げられたら終わるもんだって、今の。いや、もうパコとかもいるのにさ、こんなんていつでも来るだろう。水亀、そういえば忘れてた。はいはい。水を汲みましょうね。どんだけ水あるんだ。水亀をやりながら回復していきましょう。飛び道具もねえぞ。いやー、厳しい。このハテナの杖なんだマジで。なんだこれ。識別しよう。そうだ。考えてなかった。これだ。転ばぬ先の杖、なるほど。せやな。確かに。それがあったか。識別しようもん。あんたの腕は寝する？それとも草にする？いや、草でしょ。ほら、木！マジ塩かい。あ、目薬。ナイス。こっちは保存されてないのね。いや、もう死にそう。いや、なんか通ってった。何今の。パコか。あ、お前か。お前ならええわ。邪魔なんです。ここ全然敵入ってこないぞ。嬉しい。あ、来た来た来た。うーわ。お前かい。いや、もう使ってこう？いや、無理だもん。使ってかんと。シューベルだったらもうあと一発でしょ。それでも怖いから投げるわ。50で死ぬでしょ、こいつ。よし！回復しきったぞ。いや、もう、でもな、力さえあればな、もっと楽なんだろうけどな。おい、一歩ずつですぞ。どうですか、この慎重な足運び。見たことあるぞ、この、こんな。もう、きついって、疾風さん。一応俺、亡霊特攻なんじゃないの？これ。どうなの？亡霊特攻効いてんの？これ。本当に。いや、無理っすね、これ。一歩一歩っすね、これは。いや、こんな緊張感ある？ことある？止まれねえぞ、しかもこれ一歩一歩じゃ。いや、嘘でしょ！それはないって。白紙使わざるを得んな、これ。先に使った方がよくねえか。あ、話の。いや、もったいないか、それはそれで。いや、使おうか。先にこれだな。どうでしょうか。言葉が溢れ出す。もっともらしい話です。人生とはゲームのようなものだね。眠れ！え？重くなっただけじゃ微妙。あ、鈍足なんだ。完全に鈍足なんだ。あー、よかったー。よかった。通常速度になっただけだと思ったわ。まだピンチですけどね。白黒の草。これ毒結晶の可能性あるで。もうすぐ使った方がよくね？だってもう、未拡張。はい。やった !45。くそ。無理だって。無理やって。あー、来た来た来た。もうなんでお前そんなにいいんだよ。来んな。これ厳しいな。あ、しかもここでやったら俺当たんじゃね？当たったらマジで。封印どう？鈍速、あー、嘘でしょ。倍速はなくなったっぽいな、でも。なんでこんなことになってんの、マジで。こんなの使うしかないじゃん。これ、正義効くかな？効かない可能性あるのかな？正義すべきだよな、多分これ。平均した方がこの後も使えるもんな。よし。では置きます。よかったー。バカ。バカ。バカ。
赤。絶対当たるっぽいな、多分。ここで回復しよう。いや、もう、親父戦車来たらどうすんの、これ。よし、いらない。よし。あとはここに帰ってきつつ戦うぞ。いや、もう、水路きっつ。なんか、濡らしてくるやつ大丈夫？巻物ねえから大丈夫か。このままだと、繋がるだけだな。繋がるだけっすね。引き返すかな。あれ？違うね。行き止まりくせえな、これ。うわ、行き止まりだよ。歩こ。いや、もうこれ、さあ、疾風とか来たらさ、聖域まで行けねえじゃん。そもそもが。戻ってきた。倍速のやつが空飛んでんだよ、ここ、ステージ。そもそもが。きつ！ここきつ！どこだよ、しかも。すごい緊張感だな。なんだ、このゲーム。まだ踏むなよ。は？なんか飛ばしてきやがったし、モンハウっぽいし。どうすんだ、これ。勝てんの？このデブに。は？パワーハウスじゃん。終わってんだか。パワーハウスやん。なんかチャポンって音鳴ってるってことは俺に反応してるぞ、しかも。これ封印やって上に行くしかないんじゃねえか。死ぬって。いや、無理だ。無理だなぁ。右にあと一歩行きたい。右下に。そうすればこいつ倒せるよ。なんとかできんか。いやー、違うな。後ろに下がって岩を食らうべきだったんだな。どうしよう。これ上行けるか？ミスを狙った方がいいんじゃないか？うわ、これ。絶望。上に階段があるか。右下に行って聖域まで行くかしかないじゃん。右下だな、これは。これは無理ですね。どうしようもないもんな。死んだな。いやー、デブートンかい。パワーハウスやんけ。はー、なるほど。いやー、ここでパワーハウス引いたか。そもそもデブートンの、肩の、あれデブーチョかと思った。色見たことないもの、デブートンの。そっか、デブーチョはあれより、あれだったかな。もう、デブートンだったら黒だろ。肩のパッドの色黒のはずだろ。まあいいか。しゃあないな、これはもう、これは慣れだな。デブートンが何か、あの色だっていうのを知ったというだけで、よかったでしょう。それでは。